めまして、こんにちは、ヒラリンです。こんにちは。今日は新曲スーパーヒーローの予約イベントサンブにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。それでは一言ずつご挨拶をさせてください。まずはミリアの方から。はい、藤田ミリアです。皆さん元気ですか？ミリアも元気です。今日は盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、野本空です。3部となりましたが、1部、2部に負けないぐらい、元気出して皆さんで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、林田のひろです。今日いっぱい楽しんで明日からの1週間頑張ってもらえたらいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、伊藤桃香です。3部ということでね、今日のパワーをすべてここで使い切っていただけたらなと思っています。皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。井上梨花子です。サムも皆さんと一緒に楽しんでいけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。島村美希です。サム盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。それでは早速宇宙戦艦スタート。宇宙戦艦、宇宙戦艦、宇宙戦艦、宇宙戦艦。なんでしょうねこの感じ。昨日からですよね。僕が勝手に始まる。はい、今日はじゃあ何が当たるでしょうか。今日は直筆サイン入りの生写真、サイン入りですキラキラカードです。ちょっとまだカシャカシャ言わないでください。聞こえるんですよこれ。カシャカシャ言わないで。ちょっと待って。キラキラってしてるんですよ。とそしてチェキー。私たち全員と一緒に撮れまーす。この場でね。この場で。すごい。だって同じ顔じゃないですか。カシャカシャ言っても。半目とか絶対言うやだよ、ほら、重い。やだよ。早速始めますか。始めましょう。はい、皆さんね、お手元に握手会参加券、整理番号が入ってると思います。そちらのね、番号が皆様の当選番号となっておりますので、該当の方いらっしゃいましたらね、はいと元気よく挙手の方をお願いいたします。まずはじゃあキラカード2人に当てますが、まず1人目の方いきましょうかね。それではいきましょう。せーの、ドン。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。突然なんですけど、皆さんニコニコ生放送で私たちがやらせていただいている月一でやってます、放課後フェアリーズ、はい、知ってるって人どれくらいいるんですか。はーい。結構いる。これちなみに毎月見てるよみたいな。はーい。うん、はい、いるね。見てる。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、そうです、毎月やらせてもらってるんですけれども、今月の29日に行うので、またぜひ見てほしいな。今月の29日か。そういえば、何の日だっけ。あれだ、スーパーヒーローの次の日。そうだ、そうだ、ピンポーン。はい、リカコもちょっと違います。私は誕生日から、何日かな。ピザですね。ピザですね。メイ、メイじゃない。メイ、5月メイだから。5月はメイだよ。大丈夫。はい、当てる。はい、リオは誕生日ですね。そうですね。さらっと言った。さらっと言った。誕生日です。何歳だっけ。19、18ね。18なの。18って言われ、運転できるやつ。この間までセブンティーンとか言ってたのにね。本当だ。まあまだ今もセブンティーンだけどね。今現在セブンティーンです。だって最初フェアリーズとしてデビューした時いくつでした。
13だから15だよ。13って言ってる、この人。じゃあ13誰かいたな。いや、うちだ。自分だ。え、違うよ、君の14だよ。だって私たち11月と12月生まれだから13だったもん。え、じゃあ13歳を連れた15歳だったの。そうやろ。そう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 、だってすごいね。平均年齢13.1歳だったもんね。ね、若いそうだね。ね、それ考えるとさ、本当に年だよね。もう年って言ったら結構いったよね、平均年齢。本当にね、だんだん上がってくよね、みんなの誕生日が来るごとに平均年齢が、ね、悲しいからちょっとさ、もういいですね。でも、すごい年取ることはね、悪いことじゃないですよ。そうですよ。そんな誕生日にね、ニコニコ生放送やるから、その分、経験を積み重ねればね。そのね、リカ子のね、リカ子誕生日のスペシャルで、誕生日企画が、そう、何やるかまだ分かんないけどね、楽しみが。怖いな、なんか絶対なんか顔面ケーキとかやられてる。前日5月28日に私たちは8枚目のシングル「スーパーヒーロー」そして「ラブ・ミー・ラブ・ユー」もリリースさせていただきます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、この「スーパーヒーロー」という曲なんですけれども、まあ、振り付けがですね、すごく、まあ、皆さんにやっていただきやすいところがあるので、そこを一緒にやってもらいたいんですけれども、うん、どういうポーズでしたっけ、リカ子さん。スーパーヒーローポーズですよ。ああ、そうですね。やってください。知ってます。スーパーヒーローポーズって知ってます？まあまあ、まあまあ、メンバーで軽くしてますよね。あれ？じゃあ一応説明しますね。あ、お願いします。はい、左手がパーで、これだいぶこう立てないと、立ててもらって、で右手のグーもだいぶ横からこう引っ付けていただいて、これがまさにスーパーヒーローポーズと言います。これ覚えてください。あ、ごめんね、もうちょっと上げる、うん、うん。そして、あとサビの部分に出てくる右手の拳をガッと上に上げるこの振りがあるので、ぜひ一緒にやってもらえたら嬉しいなと思います。そしてもう一つの、はい、Love Me Love You ですね、はい、の振りの中に、ウォーっていうところと Hey っていうところが出てくるので、Hey、一緒にね、ヘイってやっていただけると、なんでザーザーしだした？みんなやりたくてしょうがない。やりたくてしょうがない。あ、でもノーコなんかどうでもいいって話言うから。ごめんなさい、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 ごめんなさい。で、ウォーっていうところとヘイっていうところがあるので、そこをぜひ一緒にやっていただけると嬉しいです。はい、はい、それでは行きましょうか。マヒロスーパーヒーロー言って。言うよ。何を言うよ。はい、それでは聞いてください。スーパーヒーロー。